沖国分寺は、島根県沖郡沖の島町池田にある、当時新言州の寺院。三号は、善王山。本尊は、釈迦如来。奈良時代に、聖武天皇の御琴のりにより、日本各地に建立された、国分寺のうち、沖国国武装寺の後継寺院にあたる。境内は、国の史跡に指定されているほか、毎年4月21日に行われる、連下開前が特に知られる。 本校では、現寺院と共に、古代寺院跡である沖国分寺跡と、沖国部天寺跡についても解説する。沖諸島の首都の島後の最大の平野である、八尾平の北側の丘陵場に位置する。聖武天皇の御琴のりで創建された国部宗寺の宝塔を継ぐ寺院で、現境内と重複して、旧国部宗寺の立地が推定されるほか、南東方、約500メートルに、 旧国部アマデラ跡が立地する。この国分寺付近では、沖諸島で最大規模となる平神社古墳の築像も見られ、一帯は古くから沖地方の中心地であった。時点では、沖に流された後代醐天皇の安在所でもあったといい、境内には安在所跡を記す石碑が建てられている。原国分寺の境内は、1934年に遺跡の方眼地として、 国の史跡に指定された。2007年には本堂が火災により消失したが、その再建に伴って2009年度から実施された発掘調査により、旧国分寺跡と見られる遺構が発見されている。また、毎年4月21日に行われるレンゲ開米は古代の様式を残すものとして、国の重要無形民族文化財に指定されている。 聖武天皇肖像創建は不詳。天平十三年の国分寺建立の御事のりの頃に創建されたとみられる。日本三大実録上岸九年五月二十六日上によれば、白木に近い法規国、出雲国、岩見国、沖国、長戸国の五カ国に四天皇像が送られ、白木の長福のために道場を構える旨と国分寺の総四人が手法を行う旨が命じられている。 沖国の場合には、その四天皇像を暗記する、使用時は、沖国分寺境内に置かれたとされる。延長五年成立の演儀式主税上の規定では、沖国の国分寺領として、稲ご先族が当てられている。全国のほとんどの国分寺は、平安時代以降に衰退するが、沖国分寺の場合には、以後も存続が認められている。五代五天皇肖像科枕時代末頃には、 元稿2年、小京元年の元稿の変に敗れた後代醐天皇が沖国分寺を安在所としたと言われる。マスカガミでは天皇が沖島に流された時のこととして海面よりは少し入りたる国分寺という寺をよろしく様に取り敷いておはしまサに沙むと見えるほか、古文書では元稿2年8月19日に出雲の学園寺の僧、来源が 大き国分寺で天皇から臨時を授かったとも見え、天皇の安在諸説はこれらに基づく。一方、天皇の安在諸説としては島前の西の島町の黒木御所も知られることから、実際の安在所の所在は半然としない。王安二年の寄進状打ち氏によれば、国分寺内氏王子の伝寺が、本主断絶のため改めて国分寺に寄進されており、明徳二年には、 その確認が再度なされている。交渉3年には守護の京国持清氏から国分寺十字に対して国分寺領の単線免除と家臣に対して単線在則停止の指示がなされている。明王8年には使用時が国分寺境内から分離して原田号内に再建されており、この頃には国分寺の勢力は衰退していったものとみられる。栄昇十一年には 国分寺本堂も四五代の騎士によって再建された。江戸時代、寛永年間頃の寺領は五国であった。明治に入ると廃物希釈の展開により、国分寺は明治2年に本堂、三重塔の消失の後、明治3年に廃寺となったほか、南東にあった新言州の天寺も明治5年に廃寺となり、国分寺村、天寺村と称された村名もそれぞれ、池田村、 小原村と解消された。その後の経緯は次の通り。毎年4月21日には、連下界舞が催される。この舞は、もともとは6月15日に、潮寺で行われた行事とされ、奈良時代から平安時代頃に、大陸から輸入された、武学、無言仮面劇に近い様式を残すと言われる。現在では、麦焼舞、眠りふつ、獅子舞、鷹則三人、 竜王、太平楽、仏、舞の七番が行われるが、かつては十数番があったという。このレンゲ舞は、1977年に、大き国分寺レンゲ舞として、国の重要無形民族文化財に指定されている。なお、舞に使用するコメや道具一式も伝生されていたが、2007年の本堂消失の際に消失している。掃除後は、 原国分寺の境内一帯に推定されている。地域は片一丁以上と見られる。原国分寺の本堂消失に伴い2009年度から発掘調査が実施されており、その中で根巻瓦を有する柱穴列が検出され、これが旧国分寺の遺構になる可能性があるが、つまびらかではない。原国分寺では境内に礎石数個が伝承されているほか、 境内から出土したという瓦が保存されている。沖国部アマデラーと説明版二次跡は、国分寺の南東方、約500メートルに位置する。地域は片一丁と推定され、発掘調査により建物跡六棟、柵跡十二条、溝状以降四条、瓦だまりなどが見つかっている。建物跡のうち特に、南に久しを有する三七間の建物、 南北に日差しを有する3、5軒の建物、に1軒の建物がそれぞれ近道、行道、注文に当たると見られる。ただし、近道、行道が東西に並ぶという通常の寺院とは異なる。ガラン配置になることから、周吉軍の役所とする別説もあってつまびらかではない。発掘調査で出土した河原は、沖国分寺境内のほか、京空寺テラーと、 上四度廃寺跡の河原と文様が共通する。その他に、末期、はじき、緑遊陶器なども出土している。実績遺棄は1972年に島根県指定史跡に指定されている。なお、付近には近世に天寺も立地した。平安時代から桃山時代の作とみられるレンゲ、蓮華界前の湖面休面が1974年に、 島根県指定有形民族文化財に指定されていた。しかし2007年の本堂消失の際に道具一式とともに消失したため、指定は解除されている。所在地交通アクセス周辺沖国分寺跡に関するカテゴリー、沖国部アマデラ跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。